皆さんこんにちは、バナルゆるいじです。では今回は、イレネボジオンの系譜ジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。アクシズの構成を許してかなり厳しい状態になっているんですけども、ここまでのね、対応内容というのをおさらいがてらご説明させていただきたいと思います。まずですね、ハマーンを封じ込める作戦は順調に進んでまして、このバオアクーで、ガトルで、ハマーンを囲んで、このまま、ハマーンを取り逃さない、動かさないというような状況を一つ作っています。一方、地球なんですけども、かろうじて守っていた北米なんですが、ここからは撤退をしました。戦って、敵モビルスーツに殲滅される前にですね、HLV を作って宇宙へ脱出。地上における唯一の拠点は、ここ。ベルファストのみになっています。ベルファストの方には全部で13部隊ですね。ハイゴック、あとはガルバルディ、合わせて13というユニットを配置してあります。宇宙の方は反攻作戦を始めてまして、この後ソロモンの攻略を行っていこうと思っています。戦力としてはですね、ゼロムラサメが加入してくれていて、あと10ターン後ぐらいにサイコガンダムが開発完了するという状態になっています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはこのソロモンを奪還してしまいたいなというのと、まあ、あわよくばサイド6、そしてラビアンローズ、このあたりもね、ダッシュして宇宙における重要拠点をまずは取り返していくという作戦を行っていきたいと思います。生産は主にハイザック中心に生産を行っています。ではここはソロモンへの進行ルートを確保していきます。ギレン総帥自らビブザムで出撃しています。まあ、難なく取れるとは思うんですけども、まあ、そんな中でもできるだけ損害は少なく進みたいので、まあ、ビブザムの大型メガ粒子砲、いわゆるマップ兵器ですね、これをうまく駆使して戦っていこうと思います。敵の殲滅には大型メガ粒子砲を使って殲滅すると。で、残った部隊をガルバルディ隊、ハイザク隊で刈り取っていくという作戦ですね。ここは刈り取っていきましょう。松永の加盟にできればね、戦艦が不足してるので捕獲みたいなね、機能があっても嬉しいかなとちょっとプレイしていて思いましたね。私に負けても恥じることはない。特に無人機であれば捕獲可能みたいになると、今みたいなこの劣勢を覆す、あるいは一つの手段になってくれるかもしれなかったんですが、まあここにはそういう機能はありませんので選別していきます。ではソロモンの攻略に取り掛かります。ソロモンにはまずチベですね、それにガルマのビグザム、ガルバルディ隊を送っていきます。さらにギレン総帥自らもソロモンに出撃します。ルナ2からソロモンへの、まあ、ルートが遮断されてしまいますが、この際ですね、もうしょぼい拠点は、というか、まあ、通行ルートは放置して、重要拠点だけ確保して収入源を確保するというのが今回の、一番の目標になりますので、まずはソロモンを確保するというのを最優先します。で、ソロモン確保した後はですね、ラビアンローズ、ここの攻略も目指していきたいと思いますので、できるだけソロモンで消耗しないように、気をつけていきたいというふうに思います。グラナダではハイザックを生産していきます。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ソロモンの敵戦力ですね、まあ、パッと見ギャプランがいそうかな。あとはちょっと機影からだと不確定ですが、こちらはビグザムを2機、ガルマとギレンと入ってますので、まあ、そこでなんとかね、突破口を見出していきたいというふうに思いますので、まあ、一番効果的にビグザムのメガ粒子砲が当たる場所を探っていきましょう。では進んでいきます。ハイザックは現時点ではザクマシンガンを主に装備させてるんですけど、これはどっちがいいんでしょうね。ちょっと悩ましいところですよね。どっちがいいのかっていうことに関しては、まあ、ザクマシンガンであれば、アイフィールド
持っているような敵部隊に対しても、まあ、効果的な攻撃ができるっていう側面がある一方で、火力はねやっぱりビームライフルには多少劣るところはあるので、まあ、どっちがいいかっていうのはねちょっと本当に悩ましいところかなとは思ってるんですけども、まあ、臨機応変に変えていくのが一番いいとは思ってますんで、まあ、とりあえずしばらくの間はですねこのままザクマシンガンを使っていきたいと思います。では敵を削っていきましょう。今回はソロモンに対して、まあ、簡単に言うとマップの上からそしてマップの下からと2方面から侵入しているので、ちょっと敵がね、今回のように片方に寄ってくる場合には多少戦力がね集中できないというところはあるんですけども、ここは前に出て合流するのを待ちます。松永の加盟にかけもうほぼほぼのユニットがランク S ないし A まで上がっているので、パイロットが乗ってるとね安定しますね。まあ、ただ先ほどご覧いただいたゼロムラサメとあと強化ニュータイプのレイラーなんかはまだ伸びきっていないので、これらの新規加入ユニットキャラクターに関してはですね積極的に使ってレベリングしていきたいと思います。ここはギレンのビグザム。いやさすがの火力出ますね。できればこちらはあのユニットの喪失なし、もっと言えば補充すらする必要がないっていうね状況で勝利できたら一番いいかなと思っています。続けてギレン総帥のビグザムからメガ粒子を打っていきます。消えてもらわねばならん。あそこにいるケンプファーも叩いて、これで攻略をね完了していきたいですね。増援ユニットが来てますけども、増援ユニット大した数ではありませんので、これも叩いてこのターンでなんとか攻略を完了させたいなと。ここはケンプファーとザク2を撃破ですね。再び白狼に出会ったら戦わずに逃げろ、それが最良の選択。あそこにいるのがブラウブロだと思うんですけど、あのブラウブロが誰かニュータイプが乗ってるとちょっと厄介かなっていうね感じはします。見ててください。ここはガルマのビグザムからのメガ粒子砲です。ここに10個がいるな。10個は何するものぞというところで撃破していきましょう。ガルマはもう一発正射していきます。まあ多分これで間違いなく撃破はできるかなと思いますが、まあ念には念をというところですね。これ誰乗ってるのかな。 あシムスが乗ってるんだな。シムスがここに乗ってる意味あるのかなっていう感じはしますけどね。シムスが乗ってても強い、なかなか落ちないブラウブロ。私に力を貸してくれ。これで10個は撃破できますね。まあ、カリウスももちろんもう S にランクは上がってますので、まあ、能力はいかんなく発揮してくれます。ガルシアももう S だったと思います。やってる。これでトワニングのチベを撃沈してます。最後はシムスのブラウブロ、これもね接近戦に持ち込んでガルバルディ隊で撃破できると思いますし、一応ギレン総帥のビグザムに支援攻撃入れてます。これで撃破完了です。今回はユニットの喪失もありませんし、あとは耐久が下がったユニットもないので補充、これもね多分必要ないと思います。無傷でここを取れたというのは大きかったですね。はい、ではソロモンが奪還できましたので、ソロモンには一部の防衛部隊を配置して、残りはですねサイド6、そしてラビアンローズ、これらの残った宇宙における重要拠点、お金や資源が取れる重要拠点のね、奪還を行う作戦へと移行していきたいというふうに思います。
では今回はここまでさせていただいて、次回ですねその模様をお届けしていきたいと思います。